それ誰かから暴力受けてるんじゃないの？父親？そうなのね。私も昔経験があるから、私が手伝ってあげよっか。理不尽な暴力からは逃げるのが一番よ。私もそうした。あと少しの我慢だから、奨学金で地方の大学に進学するつもりなんです。そしたらもう会わないし。こういう問題はエスカレートして取り返しがつかなくなってからじゃ遅いのよ。